皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年1月の4日、11時29分、坂下防衛省の吉本さんに向けての、メッセージということで、動画アップロードさせていただきます。まあ、アポイントですね。吉本さんの方から、上の方に話を上げていただいて、佳子さまと会えないかどうかの、アポイントを、取っていただけないかどうか、まあ、そういったことのご相談ですね。まあ、関係性としまして、1997年8年頃から神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務しているときに、まあ、皇室の方たちとお会いして、さまざまなことをお話しして、まあ、その当時、文仁様や秋篠宮家の、紀子様とも、仲良くしていただいて、当時、幼少だった頃の眞子様、佳子様を、連れて、フルーツフラワーパーク内を散歩したりだとか、まあ、そういったことを、していました。当時の、まあ、その後、将来国会議員になられる方や、まあ、総理を目指される方、そういった方たちとお会いして、まあ、それが今の菅さんだったり、鳩山由紀夫さんや邦夫さんだったり、安倍晋三さんだったり、麻生太郎さんだったり、まあ、長い間兵庫県知事を務められていた井戸さんだったりだとか、まあ、今の、まあ、東京都知事の小池さんもそうなんですけども、まあ、昔の東京都知事でいうと石原慎太郎さんとか、まあ、様々な方とお会いして、お話をしていました。当時の、まあ、内閣の方たちとも、会って、話し合ったりしています。人材派遣会社からホテルマンとして勤務したりしていたんですけども、その勤務地が変わっても、また、ホテルマンとしてではなく、他の勤務地へ行っても、そういうところに、会いに来ていただいたりだとか、特別こちらを呼んでるわけではなくて、向こうの方から、来てくれていました。まあ、そういうふうな形で、まあ、佳子さまも子供の頃から何回も私の方に会いに来てくれていて、あと、2007年から8年、まあ、出戻りみたいな形で神戸市立ホテルフルーツラーパークで勤務している時にも、佳子さま会いに来られています。で、まあ、子供の頃、まあ、佳子さまがおっしゃってくれたことが、まあ、まあ、僕と結婚してあげるみたいなことだったんですね。で、まあ、未来からの時間軸で、テレビや、YouTube にアップロードしている動画へ向かって、心の声や、まあ、音声によって言葉が向こうの方にも聞こえるんですね。で、その辺のシステムについては、まあ、1997年8年フルーツラーパークで勤務している時に少し教えていただきました。で、スーパーコンピューター系富岳というものも、その神戸市に設置されるというのも、多分未来からの声を、まあ、なる人様や、他の皇室の方たちも、私からの音声を、聞き取っていまして、まあ、まあ、大臣とか国会議員の方たちもそうです、総理なども。まあ、そういうふうなところでのご判断だったんだと思われます。まあ、これはもう当時の方たちに聞いてみなければわからないんですけども、その政府としての記録もなぜ神戸市にしたのかなど、正式な記録は残っていればいいんですけども、それは私と深く関係があるところだと思われます。で、この辺りにも何年も前から佳子さまも歩かれたりとかされてるんですね。その私の結婚問題っていうものは、すごくその広範囲に、及んでしまうことになってしまったんですけども、例えば、まあ、この間、2023年12月28日、皇居いた時に少し説明しましたけども、もう一度説明しておきますね。あの時あんなにたくさん言っても、全部が全部皆さん覚えれないじゃないですか。で、記録として、この動画を見ていただいたら、どういう状況か、ご確認できるということで。まあ、例えば、アナウンサー関係で、特に私の年齢近いところの者たちで、私とのその結婚話をして、テレビに出た人間っていうのは多数います。20人を超えていたと思います。まあ、下の方は、宇賀夏実あたりまでの年齢。だからまあ、
10歳ほど離れていると。他にも、モデル関係もそうなんですけども、押切もえ、海老原由里、加藤夏希など。で、役者関係、女優さんでも、藤原紀香さんだとか、もともとそのフルーツアラパーク云々の前に、子供の頃、僕の親戚のうちで会ってるんですよ。親戚のおじさんが神戸新聞という、神戸の新聞があるんですけども、そこの、一般紙の方のジャーナリストで、最後まで、勤めていたと。そういう立場の人だったんですけども、その親戚のうちでもともと会ってる。だからこれ順序を言うと、その私と会ったことがあるから藤原紀香さんを売れたんです。その阪神・淡路大震災の被災者である、もともとは僕、神戸市兵庫区の生まれで、1995年阪神・淡路大震災があって、12階建ての分譲マンションが全壊したんです。建物が完全に倒壊したわけじゃないんですけども、家の中が、例えば壁がもうガタガタになっていたりだとか、住めるような状態ではないというような形でも、全壊という判定でした。で、そういった部分の話があって、もともと阪神・淡路大震災だとか、経済的にも、基本的に、被害が大きかったのは神戸市なんですけども、その近隣のところの、市なども、それなりに大きな被害が出ています。で、経済的にも、兵庫県の軸になっているのは神戸市ですので、やっぱり神戸市で壊滅的なダメージを被ると経済的にもガタガタになると。で、淡井圭介関係みたいなところが、テレビに出て、アナウンサーでいうと各テレビ局の看板アナウンサーになったりだとか、そういうふうな形で物事は動いてましたね。だから、女性だけに限らず男性でもそういう方たちは多数いらっしゃいますし、補足すると、もともとそのテレビ局に関しても、例えばフジテレビの男性アナウンサーの伊藤さんは、伊藤忠商事さんのところの親族の方なんですよ。どうしても株があるので、家族経営みたいな、相続があるじゃないですか。で、相続するときに、自分のところの会社の株を赤の他人に、譲るわけないじゃないですか。だから、どうしても一族経営という形に、この世の中っていうものはなるような形になってるんですけども、その伊藤忠商事さんのところの親族として、アナウンサーになられてるんですね。で、そういうふうな形で各、大きな企業、日本国内で言うと、大企業、日本人である程度年齢重ねてきた人間であれば、ああ、そういう会社の名前だったら聞いたことあると。そういうふうな大企業のところから、テレビ出演されてる方たちっていうものは、多数いらっしゃいます。そういう世界と深く関わっていて、で、確かこの間、皇居28日に行かれた時に、4名、男性の方いらっしゃったと思うんですけども、最初、門番でいらっしゃった、年配の方2名以外の、後から4名の方が、来られてましたけど、そのうちの1名の、マスクつけられていた方がいらっしゃったと思うんですけども、そちらの方は、今年1月1日、石川県能登半島での、震度7の地震についておっしゃってませんでしたっけ。これは、地震が発生してから、未来の時間軸から、災害が発生するっていうことを、昔の動画に向かって私は語りかけています。で、これについては、しっかりと、声が伝わるんですね。で、スーパーコンピューターを通してということになってくるかと思うんですけど、基本的に時間軸を超えると。例えば東日本大震災だったら、仙台空港に関して津波が、来ると。
地震が発生した後ですから皆さん、建物から外に避難しますよね。でそこで女性の職員と思われるものに、もうすぐ大きな津波が来るから、すぐ建物に避難して、みんな高いフロアに上げて、どこまで伝えれたかどうかちょっともう今記憶は定かではないんですけども、食料とか毛布とか夜に備えての毛布とかですね、配布を行ってというようなことを、お伝えして、でその時、聞こえていた女性の方は大きな声で返答されてくれてるんですよね。あの人の声だっていうことで、スポーツの勝ち負けとかは昔からずっと私が行ってますので、そういうようなスポーツ業界とかその一般のファンの方でも、私の名前はそこそこ通っています。それは球場行った時によく分かりました。これは東日本大震災の前なんですけど、私は阪神タイガースファンなんですけども、阪神タイガースファンとして球場へ見に行った時に、横浜ベイスターズファンの人がバッターボックスが新井選手だったんですけども、僕の名前をね、淡井頑張れっていうことを全員で、言ってくれて、もともと昔何があったかって言ったら、横浜ベイスターズの前は今の現在名称名は横浜 DeNA ですけども、その前は太陽ホエールスであると。阪神タイガースと最下位の数を1、2を争うぐらい、弱小球団であったと。で、一度その辺のところの話が1997年、8年、そのスポーツの勝ち負け云々のことについて、7割、8割程度のことは、勝ち方を覚えて、教えてもらったりとか、自分なりに探してとかで、覚えていて、横浜ベイスターズを一回優勝させてあげたことがあるんですよ。で、そういうふうなこともあって、その年は、阪神タイガースへのバックアップに回るような形で、ファンの人が、声援を投げかけてくれたと。そういうふうなこともあって、昔から一部の人たちはその電波で声が聞こえてくるっていうのは、認識されている人たちは一般人でもかなりいらっしゃいます。でそういった中で、テレビを見ていて、私の考えている内容とか現地に伝わったりだとか、意図的に伝えようとしている時ももちろんあります。でそういった中で多くの人がそういった方法を知っていて、で今回の1月1日のその石川県能登半島の震度7の地震なんですけども、その件についても1月1日に少し昔の、動画遡って、ちょっと待ってくださいね。iPad を持ってきます。ホームページ淡井圭介の履歴というものがあるんですけども、履歴は履歴書の履歴です。で今は、ホームページ淡井圭介の履歴を、タッチしたんですけども、こういうふうな画面になります。でこれスマートフォンとかによってちょっと、画面違うと思うんですけども、上の方にね、YouTube 一覧表っていうものが載ってるんですけども、その中で、ちょっと待ってくださいね。あとでこれ行変わるかもしれないんですけども、下の方にね、スポーツ界へのメッセージとか、そういった欄があるんですけども、その中でね、未来からの声で、災害対策という欄があるんですけども、こちらの方を、タッチもしくはクリックしていただいて、こういう欄があります。
まあ、どちらかというと、YouTube 一覧表の中では下の方ですね。で、まあ、画面をこう、下の方まで持っていってもらったら、YouTube の動画で自民党内岸田政権に不満が高まるっていうものがあるんですけども、2023年の11月14日、こちらの動画に向かって、未来からの声を、伝えています。まあ、能登半島で、震度7の地震が発生していると。1月1日16時過ぎにと。で、能登半島から、避難させてほしいっていうことを呼びかけたりも、していますが、まあ、しっかりと伝わってるかどうかはわからない。まあ、地震が発生することについては、総理からの返答が分かった、言い方で分かる、信じるっていうことを、声を投げかけてもらってるんですけども、その辺の話をしたときに、正直動画はどうなるか分かんないんですよ。AI の稼働によって、そういった部分が消えるのかどうか、消されるのか、自動で。っていうのは、スポーツの勝ち負けを教えるから、ただスポーツ番組を見ているから、これはもうはっきりと分かっていて、まあ、検証して記録をつけてるから、はっきり、覚えていられるんですけども、例えば昨年の、日本シリーズ、オリックス・バファローズ対、阪神タイガースの試合なんですけども、元選手の糸井さんという方が解説席にいましたと。で、その人はオリックス・バファローズにもいましたし、阪神タイガースにもいましたと。ランナーが阪神タイガースが攻撃の時に、ファーストにいて、ゴロを打った時に、セカンドに行った時に、タッチプレーになったんですね。で、その時に、解説席の糸井さんが、ヘルメットが動いたって言ったんですよ。そのタッチしに行ってね、肩を稼働するような形のハイタッチだったんですけども、審判の判定は、一番しっかりと見やすいところで、セーフという判定をされてるんですね。で、僕もその判定には間違いないと思うんですよ。だけども、糸井選手の脳が電波によってジャックされてる可能性もあるし、こちらを置いてるところを見なかったら、基本的にその人が本当に喋ってるかどうかはわからない。で、音声だけが解説席から聞こえてる場合は、本人の声かどうかは、まあちょっと疑った方がいいと。まあそういう部分があるんですね。で、そういう現象は、ただ私はテレビのニュースを見ていて経験してるんですけども、とにかくそういう声が実際、解説席で言ったみたいなんですけども、その後、リプレイ検証で、見ると、動画は2種類流れてるんですよ、2回ずつ。タッチしに行って、ヘルメットに当たったかのようにヘルメットが動いてる映像が2回と、ヘルメットが全く動いてない映像2回流れてるんですよ。ということは、AI が即座に人間の音声を拾って、2種類の動画を加工してるっていうことなんですよ。すでにその時点で、球場にいる関係者の皆さんには手に負えない状態になってるんですよ。じゃあ一体会社法は何なんですか？コンピューターの稼働の仕方、法律にちゃんとマッチされてるんですか？っていうことになるんですよ。まあ、他の法律とかもありますけども。だからそういう部分とかもあって、その未来からの声掛けに関して、で、喋った時にその映像が自動でどうなるかは私の方でもわからない。で、佳子さまの映像でも、お誕生日29日の日に、赤坂御所でよろしかったでしたっけ？着物を着られて撮影されている時に、僕からの未来からの声掛けで、可愛いっていう声を投げかけたときに、本当？って声出して返事してくれたりとか、基本的に自分が喋らないようにして、多分僕からの聞こえてくる声とかを拾おうとされてるとは思うんですけども、映像はもしかしたら何回か、例えば橋渡ると前にね、振り返るような、映像を撮影されてますけど、もしかしたら何回か、撮影して、各テレビ局によって違う内容を、
アップロードしてるのかもしれないし、コンピューター、まあ、そういった現象まで知っていると、その先ほどね、あの阪神タイガースの、そのタッチプレイのリプレイ検証で、AI が自動で、映像を加工してきているのが今の時代であると。ちょっと話それますけども、ウクライナとロシアの戦争に関しても、まあ、今、戦争してるわけないじゃないですか。国連加盟国196カ国あって、そんなこと今してるような、時代ではないと。まあ、なぜああいうふうなフェイクの、その戦争の映像を放送して従うのかわからないんですけども、理由が。映像加工自体どうやらされてるみたいなんですね。それは報道ステーションで大越さんが証言してるんですよ。それしっかりと見ました。で、これ、テレビで録画していても、そういうふうな喋ってる内容が、後から、録画した後、再生した時に、その箇所がね、なくなってるっていうことが多々あるんですよ。だからそれを防ぐにはどうしたらいいかって言ったら、これが今、スマートフォンで今撮影されてるんですけども、これがテレビだとしましょう。そしたら、こちらからこう iPad でね、撮影して、まあ、こちらがレンズなんですけども、自分でその証拠を記録しておかなければならない。で、それに関しては手を加えられることはまずありません。だからそれがテレビ局の作ったルールなのか何なのかっていうところは正直よくわからない。そもそもテレビ局で今現在働いてる人間でもその辺のところわかってる人たちがいるのかどうかっていうことになるんですけども、まあその私の結婚問題に関して、まあ紀子様がおっしゃるには、まあ私はいろいろな被害が多々あって、まあ訴訟をしたいという立場ではあるんですけど、まあ原告側で、で、まあ紀子様、僕の方のテレビで映ってきている紀子様の、言ってる内容では、家族になったら助けますっていうことをおっしゃってくれてるんですよ。で、まあ昔からその紀子様を積極的に佳子様に会いに来て。会いに行ってあげたらとか、まあそういうことをおっしゃっていただいてるんですけど、まあ昔仲良くしていただいたっていう部分もあって、文人様も紀子様も、まあそれは成人様もそうですし、で、この淡井圭介がとの結婚が全くないっていうわけでもなさそうに見えるんですね、こちらとしては。で、まあその辺のところを、はっきりしていただきたいっていうことで、まあ、結婚話の方でね、まず一つと。で、まあ、眞子さまの、まあ、結婚相手が小室圭さんですが、小室圭さんも、若い頃僕に会いに来てる可能性が高いんですよ。で、その2011年の東日本大震災の後に、まあ、もともと高島屋も淡井圭介と会って結婚話をしていた方で、その当時、フルーツフラワーパークで、先の女性アナウンサーたちが決めてたルールが、30歳になっても進まない場合は私たちはもう自動で結婚しますと。まあそういうようなことをおっしゃっていて、まあ自動で、まあ、結婚した方なんですけども、他のものと。だからその辺のところに関して、まあ高島屋だったら淡井圭介のことを覚えてるだろうなっていうことで、これは、ほとんどの人間は僕のことを覚えてくれてたんですけども、僕の方はそういった認識あまりなかったと。まあ、こういうふうなところでの状況だったんですけども、まあ、東日本大震災の後、まあ、私の方から、被災地の復興だとか、まあ、そういったことでも、いろんなことを提言した内容っていうのを郵送していまして、SD カードに込めて。まあ、基本的に高島彩ルートで、あとは、マスコミを通して、国会議員の人たちに話を上げてもらうと。まあ、そういうふうなことを10年ほど、行っていて。まあ、もともと他国の政府の方たちとも、もともと僕は20歳ぐらいの頃に、中学生の頃に書いた人権作文というものがありまして、その当時黒人初の大統領っていらっしゃらなかった、まあオバマさんが初大統領なんですけども、その当時から多分僕オバマさんと会ってると思うんですよ。で、公式会見のその正装されてた当時皇太子殿下だった成人様や、雅子様がフルーツフラワーパークで何かを開いていたはずなんですよね。で、そこで
僕が中学生の頃に書いた人権作文を、まあ、僕が読んだか、他のものが代替で読んでくれたかのどちらかだったと思うんですね。で、まあ、そこから、まあ、その当時、その後、世界の上層部に上がっていこうとする方たちや、その当時の世界上層部の方たちが来られてたと思うんですけども、まあ、そういった中で、ある一定の評価をいただいて、で、その十何年後に、大間さんが黒人初の大統領になられたと。まあ、こういうような状況があって、まあ、広島原爆投下の日に、これは私からの提案で、安倍さんはもともと CIA でありましたから、2期目を頼んだのは私からなんですよ。その、日本人初の、日本人初じゃない、日本で一番在任期間の長い総理、まあ、なっていただきたいと。それは狙いは何かって言ったら外交を固めることであると。まあそういったところで安倍さんになっていただいて、その広島原爆投下の日に、アメリカの大統領って誰も来られたことないんですよ。やっぱり昔の件が昔の件でしたから。世界で一番悲惨な戦争をしたのは日本とアメリカの総力戦なんですよ。日本人の僕ら、いや、それ以降の生まれてきた人たちには、そういう自覚っていうのはあまりないと思うんですけども、原爆を投下されたことがある国は日本であると。まあ、ミッドウェーの海戦もそうですし、沖縄の上陸とか、本土の、絨毯爆撃に関してもそうですけども、まあ、今では絨毯爆撃ももちろん国際条約で禁止されてますし、まあ、世界で一番悲惨な戦争をしたのは日米であると。だけども、そこを乗り越えていきましょうと。まあ、こういうことで、大間さんに広島に訪問していただいたんですね。で、被爆者のご遺族の方たちなどを含めた、まあ、実際被爆者として生き残られた方も、わずかにいらっしゃいます。まあ、そういった人たちの会の中の代表者の方には、謝罪の要求は絶対しないでほしいと。それをされてしまうと、まあ、アメリカの場合は民主党と共和党という2つの大きな政党があって、やっぱりそれを引き金にして、まあ、材料といいましょうか、まあ、政権争いだとか、票の獲得だとか、マスコミ等もその方向性でどうしても変えてしまう部分があるじゃないですか。ですので、そういった争いに発展しないように。アメリカ国内が荒れたら、やっぱりなかなか手に負えない部分はありますから。だからまあ、とにかくお互いが、笑顔で握手していただけたら、それが、世界中へのメッセージになります、ということで、ご対応していただけませんか、ということで、被害者の会の方たちにもその条件を受け入れていただいて、で、広島原爆投下の日に大間さんに来ていただいて、まあ、大間さんは、笑顔になりつつ、もう涙目になりながら、お互い、まあ、大野さんの方から、被爆者の代表者の方の肩を抱き寄せ、ぐっとこう抱き寄せたんですかね。まあ、そう、お互いがもう涙目になりながらの、なんとか笑顔を維持しつつっていう、まあ、そういうふうな、良い外交っていうのも、行っていただきました。その後、長崎原爆投下の日、まあ僕は8月9日生まれなんですけども、8月9日は長崎の、原爆投下の日なんですけども、パンギム国連総長にも2017年来ていただきました。大間さんは2015年です。まあそういうふうな形であと、まあ、北朝鮮の件に関してもトランプ大統領に、まあ、日本政府を通して、まあ、いろいろ提案しまして、まず韓国の大統領と、キム・ジョンウンさんの方で、その当時、ムン・ジェインさんでしたっけ、国境を越えて、まあ、お互いの交流を深めていただいて、まあ、2人だけで、ね、話していただいたりだとか、そこにトランプ大統領も、加わってと。ということで、北朝鮮と韓国の友好関係。まあ、少しずつそういったところを広げていっていったのも、まあ、表立ってのニュースでいろいろ日本と韓国は揉めていたり、日本と中国は揉めていたりだとか、まあ、そういうような部分とかもあって、まあ、どこからどこまで本当かわからないですよ。テレビの放送しているニュースですから、真実からかなり、それで放送している時が多々ありますんで、で、まあ、習近平国家主席とかも、にも今までいろんな件を、
頼みまして、受け入れていただいたりだとか、まあ、ロシアのプーチン大統領もそうですね、プーチン大統領にも習近平国家主席にも3期目、私の方からお願いしました。その方が、もともとの話とかをご存知の方たちの方が話が通りやすいという部分があって、そういうふうなことを、行っていました。まあそういうふうな部分もあって、もともと、その、もう今、現在ここの日本で総理になられる方は、ほぼ 100% で粟井圭介と会って話したことがある、まあ、人間がというような形になっていますね。岸田さんももともと僕と会ってたと思います。まあ、鳩山由紀夫さん、邦夫さんとか、安倍晋三さんとか、麻生太郎さんとかとはしっかりと喋ったのがはっきり覚えてるんですけども、鳩山由紀夫さん、邦夫さんの場合は、1998年頃ですね、フルーツフラワーパークの3階の、胡蝶蘭という、和食のレストランで、まあ、中国とか、まあ、近隣の国についてどう思うかとか、まあ、聞かれて、まあ、答えは簡単でしたね。お互い仲良くするべきです、と。まあ、そういうようなのが私からの、簡単な結論で。喋ってみて面白かったのは麻生太郎さんですね。シューバ株式会社という灯油の巡回販売の仕事があったんですけども、まあそちらの方で神戸市の北神戸店という店舗があったんですけども、そこに2000年から2001年、もしくは2001年から2002年にかけて、どちらかの冬場の時に麻生太郎さんが来られて、まあいろいろ話をして、で、その辺のところが結局、僕は20歳ぐらいの頃に皆さんにおっしゃっていた河川水門開式ダム発電や地下水流トンネル発電の件まで多分もう一度思い出してほしいだったと思うんですね。そのエネルギーの残存量問題がありますから、それは、まあ、一回一回ちょっとめんどくさいかもしれませんけども、メモしていただいて、ホームページ淡井圭介の履歴の36番。原油、液体バイオ燃料、石炭などの残存量36万、これはねちょっと見にくいですかね。まあ36番見ていただいたら、世界国勢税という国連の統計が、データを集めた本があるんですけども、定期的に私は買うようにしてるんですけども、これある程度ね、定期的に買わなかったら、昔石油の採掘可能埋蔵量が何年分だとか、で、今何年分だとか、そういうようなことがね、はっきりと分からなかったりしますから、定期的には買うようにしてるんですよ。例えば、他にも、農作物、小麦、数年前は470万トンだったのが、昨年かその前の年ぐらい577万トンまで100万トンほども増えてるじゃないかと、まあ、そういうふうな内容とか、農業が日本かなり弱体化してると、まあ、魚関係に関しても470万トンほど輸入してますからね、日本は。で、トウモロコシなんか約150万トン輸入、いろいろ変えていかなきゃならない部分とかもあって、まあ、政府にもいろいろ提案してるんですが、まあ、私の方としてはメインとして頑張らなければならないのが、河川水門開式の発電や地下水流トンネル発電で、まあ、その公共の前に集まってくれたその4名の方のうち、まあ、そのマスクをつけられてた方は、その、大きな地震が発生することになってるっていうことを確かおっしゃってたと思うんですね。だからそれは、まあ、これ結局、その時に僕は聞いてもよく僕の方が分かってない状態になると思うんですけども、まあ1月1日、今年2024年を迎えて、石川県能登半島で大きな地震が発生していると。で、それをまあ先ほど言いましたけども、YouTube の記録に残っている映像のところで岸田さんにお伝えしていると。だから11月の14日の映像だと思われますので、大体それぐらいの日に撮影した。ということは、十二分に期間があるから、対応する準備を整えられると。まあ、そういうふうなところなんですけども、もともと僕はね、阪神淡路大震災を経験する前に、その当時高校2年生なんですけども、その、
テレビの報道関係の番組を見ていたときに、議員さんが出てこられたんですね。で、多分その人は河野太郎さんだと思うんですよ。まあ、その当時は、若手の、まだ国会議員でもないかもしれないですね。その地方議員だったかもしれませんけども、その、地震が発生するということになってると。で、それをテレビ見ていたときに、伝えてくれたんですね、君のって。だから僕からしたら、誰のこと言ってるんだろうっていう感覚だったんですけども、まあ一応聞こえてはいるんですけど、言葉はだけども自分が該当してるっていう認識はなかった。ただ阪神・淡路大震災を経験したと。だから未来からの声かけによって多くの人たちが、まあ、未来の時間軸からその声が聞こえてくるっていうことを、広く認識していただければ、まあ、地震に対する防災、例えば能登半島1月1日の件だったら、本当は能登半島全域に退避命令を出すと。年末まで、年末までに退避しといてください。一旦周りの近隣の都道府県を含めて一旦ホテルとかに宿泊してもらって、で1月1日が終わってからさあどうしましょうと、まあ、大事なものとかはあらかじめ持って逃げといてくださいと、まあ、そういうような対応ができてたんですよね。まあ、それが僕の目指すべき到達地点であって、まあ、事実、東日本大震災の仙台空港に関しては、僕が未来からの時間軸から声をかけることによって、職員の人たちが退避をさせてくれてるんですよ。で、これはスポーツの勝ち負けをずっと取り組んでいいと思うんですけども、基本的にリアルタイムの時間帯の淡井圭介が頑張っていると。で、そのスポーツの勝ち負けとかで、その、まあ、皇居に集まれたその4人の警察官のうちの1人の方が、その、眠れなくなるっていうことを、それをするとしてたと思うんですよ。で、その、まあ、睡眠薬もらってる、もらってないかのところ、まあ、病院行ったりしてるとか、まあ、聞かれていましたけども、だね、もうこれ、まあ、スポーツの勝ち負けはね、なぜ起こされるかっていうのは、もうこれはっきりしてるんですよ。例えば、昔の人たちはメジャーリーグとか行ってなかったじゃないですか。野茂英雄さんからメジャーリーグ行きましたけども、その後イチローさんとか。確か二人とも僕と会ってからだと思うんですよ。で、その勝ち負けに関わってたりして、その当時は他のプロ野球選手とか担当してくれてたかもしれませんけども、その夜中の試合の時間帯とか起こされるんですよ。そうじゃなかったら選手の方が高い能力を発揮できない。僕の場合は言葉の組み上げとかで頭の中をたくさん選手に、渡したり、まあ貸すといった表現の方がいいかもしれませんけども、まあ、渡すような形で選手の能力を上げたりするんですけども、頭の中を。それは結構過酷で、例えばオリンピックとかでも、東京オリンピック、まあ、朝からトライアスロン、しかも7時台だったと思いますね。で、柔道の試合からアーチェリーから何から何までっていうものがたくさんあって、どこかで取捨選択をしなければならないのであって、この選手ならメダルが取れそうかなって思われるところに頭の中を貸す。それを一日中行うわけなんですよ。で、まあ、どの時間帯に合間がありそうなのか、どこを切り捨てるべきなのかで、その時間帯を昼食にしたりだとか、頭の中を貸す時間が長ければ長いほど、普通の人間は途中で諦めます。もうこんなに長いと持たないっていうことで。僕の場合は爆発とか言葉の組み上げとかで何とかしますけども、まあ、オリンピックももう最後の方になってきたら、頭の中の貸しすぎと、あと、まあ、多少なりとも睡眠不足があると。まあ、それによって、自分が昼食を食べてないことすら忘れていて、晩ご飯も食べたかどうかもう分かんなくなってる。22時ぐらいの頃。まあ、オリンピック終わってから会計監査員の人が、
が税金いくら投入されたのかを発表、国立競技場の、費用を含めて、発表しなさいということで、逆らったら逮捕されますよね。9600億円以上と。だから、そこまでして行うほどの価値があるのかどうかと。エネルギーの残存量問題から考えると、もうオリンピック解体でいいんじゃないかと。万博も解体でと。そういうふうな話になってくる。その辺のところは、カジノの件に関してはね、この YouTube 一番影響の、パチンコと大阪万博カジノについて三井住友銀行から500億円以上の借り入れ。これはカジノの方なんですけども、オリックスがね、三井住友銀行が500億円以上借り入れてるっていう、話なんですけども、その辺のところもね、あれこれ言ってる内容あるんですが、それはプライベートの時間帯とか、時間があるとき見ていただいても結構かと思うんですけども、ただ話突き詰めていくと、最初から警察官が知っておいて警察が動いた方がいいんじゃないかっていうような話にも、なりかねないような内容ですね。じゃあどこからどこまで横領なんだと。そういう話にやっぱりなりますからね。ちょっと今話それましたけども、あと、この動画を見ていただいた後、私がね、こちらの方で、どういうふうな被害を被っていたかだとか、そういうふうなところも、吉本さんにちょっとご相談したいなと。その辺のところは警察官としてですね。で、まずは佳子さまへのアポイント、そちらの方で何とかしていただけないかと。これね、まだ淡井圭介との結婚話をして、結婚したのか結婚してないのかよくわかんない人たちもいるんですよ。例えば、例で挙げると、宇賀なつみとか、尾垣美里というアナウンサーもその中に該当するのかとかよくわからないんですけども、もう僕ももう何が何やらっていう状態なんですよ。もともと僕との結婚話をした人間で、名前と住所と電話番号ははっきり分かってる人間なんか一人もいない。で、電話番号は一時的に宇賀なつみからもらったことがあるんですけども、だけども、その電話番号も、いろいろあって、もうないんですね。だから連絡のつけようがないと。で、もともとその結婚話をしたことのある人間と、デートらしいデートをしたことがないと。そもそも住んでるところも、本当のところはどうなんだろうっていうところを、私はいろいろと、懸念を持っていると。出生地ですね。出身地とか。その辺のところを、名前を変えて芸能界として出てる人間も、いるように私の方は、例えば深田恭子というものがいましたけども、私ぐらいの年齢の方だったら、名前ぐらいは聞いたことあると思うんですけども、僕と小学校と中学校は同級生だった、森という男性のものがいたんですけども、そのものの妹だったと思うんですよ。一応その辺の話もテレビ出て説明は深田恭子はしていたと思うんですけども、ただ、出身地を見ると東京都っていうことになってるでしょう。もともと阪神淡路大震災の被災者関係の人間とかがテレビにたくさん出てるんですね。で、例えば、ラルク・アンシエルというバンドのドラムも僕の同級生、小学校の頃同級生だった大倉博行というものなんですよ。で、兵庫県民として見るのは藤原紀香さんも該当しますし、昔はそこそこテレビ出ていた鈴木杏樹さんとか、千堂明夫さんとかもそうですし。だから探したらまだまだいるかもしれませんし。もともとその政治経済のところも、2002年の経団連会長の米倉さんも、神戸市長田区出身で、被災地の、ど真ん中と言いましょうか、すごく被害を被ったところなんですね。
安倍晋三さんももともと神戸製鉄所、神戸製鋼の、役員をされてた、まあ、社長だったと思うんですけども、まあ、おじいさんのその元総理の岸信介さんの方の話の方が話題になりますけども、その阪神・淡路大震災を経験された人たちも多数、経団連だとか、総理っていう形にはなってるんですよ。そういうことを知ってる人がならなかったら、時間がないじゃないですか。仕事でもそうだと思うんですけども、働いてみなかったらその仕事ってよくわからないじゃないですか。どういうふうな仕事なのかって。だから、まあそういうふうな部分もあってたと思うんですけど、まあちょっと話が多岐に及びましたけども、まあそのテレビ局に関しても、まあ報道に関しても、例えば1月1日、能登半島の地震の、ニュースが流れていた時に、まあ、僕からの声がけで富山県はどうなってますかと、その震源地から距離を見た時に、まあ、50キロ以内の範囲内に一部入ると、これ大きな被害が出ていてもおかしくないかなと思って、富山県どうなってますかと、まあ、そういうことを聞いたら、まあ、遠藤、ニュースを早口読みながら男性の人が、出すっていうんですね。まあ、出すっていうのは大体アナウンサーが言う場合は情報のことなんですけども、まあ、その後、富山県の、状況とか出てきましたけども、まあ、そういうことを多数行ってますんで、テレビに向かって、むしろ僕は喋らなきゃならない立場であると、まず皆さん、高警察の方たちの間で、そういう話や、まあ、各都道府県の方たちの警察官とか消防隊員の人たちにも伝えておいてほしいんですよ。これもどの道同じなんですよ。っていうのは字幕を読んだだけで、これはニュースで出てくる映像の人たちもそうですし、別にバラエティ番組とかもそうですし、あと他国の、首脳の方たちまでもその字幕で読んだ内容とか伝わってしまうんですよ。頭の中で考えた内容が伝わってしまう。それだったら誤解がないように、これね、なぜ声を出したりとか、はっきりした内容を伝えなければならないかって言ったら、誤解が生まれる可能性があるんですよ。っていうのは、前の映像で、例えば、まあ、殺人事件があったとしましょう。で、その犯人に対して、まあ、ひどいやつだとか、まあ、そういうふうなことを考えたとします。で、映像がすぐ次に切り替わって、例えばね、画面にはジョー・バイデン大統領、アメリカの大統領が出てこられると。その時にそのひどいやつだっていうワードが伝わってしまってる可能性とかあるんですよ。まあ一応その辺のところはテレビ局の方には伝えてはいるんですけど、テレビ出演者の人たち、脈を伝えておいてほしいっていうことで、前の映像で考えた内容は伝わってくるかもしれませんっていうこと。まあ、テレビの CM を見ていたら、例えば CM だったら次の映像に変わるから、出演者の人がね、音声は出てないんですけど、口の動き方を見ていると、前の映像で思ったことだとか、まあそういうようなことをね、まあ、口、ちょっと音声出てるときは出てますかね。まあ、そういうような形で対応されていて、まあ、無用な誤解を招くぐらいだったらということで、まあ、僕は声を出したりしますし、まあ、いろいろ、スポーツの試合とかでもそういうふうな映像加工の例とかありますから、そういったことはしっかりと言わなきゃならないし、まあ、総理、岸田さんは、しょっちゅう、今まで何回も言ってくれたんですけども、今のお前のままでいいっていうことを言ってくれてるんですね。だから、まあ、総理の許可ありというか、という形で考えていただいたらいいです。だけど、このシステムって、ちょっと不可解なところはやっぱりありますね。検察庁機能とか、粟井圭介に対して絡んできた人間の音声が聞こえたりとかって、そういう機能って、今までものすごい数の人間から絡まれてきた人にとっては、そういうふうな音声を聞かされるっていうことは日々苦痛になると。腹立たしい内容とかになってしまいますから。だからまあそういうふうなところで、結局それ分かってるんだったら、コンピューターの方でね、それだったら、書類すぐに裁判所に書類化して送ってくれたらいいじゃないって僕なんか思ったりするんですけども。まあちょっとその辺の話は置いておくとして、で、まあ、結構問題ね、その、佳子さん自体も、動画、
そうですね。ホームページ、淡井圭介の履歴の、90番台に皇室へのメッセージっていうものがあるんですけども、ここですね。ちょっと本当行が多くて、あれだと思うんですけど、まあメモしていただいて、90番ということで。で、こちら見ていただいたら、こういうふうに、佳子さま見返り29歳の誕生日映像とか、まあそういうふうなところにアクセスできるようになったりしてるんですけども、まあ、最後の方で、絵はね、まあ大急ぎでうなずいたり、こう首振ったりしてるところも、まあ僕からのね、問いかけに反応して、ああいうふうに反応されてるんですけども、まあ、とりあえず仲は悪くないと。まあそういうふうなところでご理解していただけたらなと思います。まあ、仲は良いはずであると。まあ、まあ、佳子さんはこの辺何回も歩いてるんですけども、まあ、そのうちの一回は僕から声かけて、で、まあ、電波の方の声ですね。まあ、それで、はっきりした声で聞こえてくる内容で。まあ、いろんな言葉があったんですけども、最後の方に、そのまま私についてきてくださいっていうことを言われたんですけども、その時僕の方がね、こんなところに佳子様がいるわけないかって言って、指示に従わなかったって言ったらいいんですかね。まあ、そこで物事が進んでいたかもしれないんですけども、僕はその方法好きじゃないんですよね。よくわからないですから。マスクされてるんですよ。で、目元だけだったら、似てる人はいっぱいいるでしょう。で、一応これは政府とかに言って、そういった現象は、もう今はないとは思うんですけども、例えばね、ここの廊下、誰か人が歩いた時に、今まで結婚話したことのある人間のリアルな音声の方でね、心の声の方で、そのものの声で言葉を聞かされて、で、来たんかなと思って家のドアとドアガチャって開けるでしょ、見るでしょ、そしたら全然違う人。だからそういうことを長年されてるから、普通にアポイントの方が僕としてはいい。で、まあ、先ほどの続きです。ちょっと録画の時間がなくなってしまいましたので、続けて、後で、まあ、動画、エクスポートといって、動画をつなぎ合わせて、一つの動画としてアップロードしておきます。何を言おうとしていたんでしたっけ。まあ、とにもかくにもそういうわけなんですけども、例えば、まあ、動画でアップロードしている内容、皇室の方たちへのメッセージで、まあ、昔は佳子ちゃんだったとか、まあ、そういうことを、伝えてと。すると、動画の映像だったと思いますけども、まあ、成人様が、まあ、途中で、佳子ちゃんっていうことを、まあ、言ってくれたりしてるんですけども、その動画の内容を確認してるよっていう意味で、おっしゃってくれてると思うんですけども、まあ、成人様にも、まあ、昔から、例えば2013年、アメリカのその当時副大統領だったジョー・バイデンさんが日本に来られた時に、成人様、当時皇太子殿下だった成人様が対応されて、で、まあ、その時に、まあ、未来の時間軸からの僕が、それは YouTube じゃなくてテレビのニュースの方だったと思うんですけども、まあ、何年には、その方が、アメリカの大統領になられていますと、まあ、そういうことを伝えて成人様も分かりましたということで、返答されていると、まあ、昔からそういうふうなことを、長い間、行っていると。まあ、こういうふうなことで、宮内庁の方たちや、皇宮警察の方たち、皇居、
各警察官の方たちが、皇宮警察の方なのか、一般的な警察官の方たちなのか、ちょっと私の方ではわからないんですけども、まあ、そういう話をできれば広めていただいて、で、なんとかアポイント、まあ、まずは佳子さまへのアポイント、取り付けていただけないかなと、まあ、こういう次第でございます。以上です、ご対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。その正規のルートというかインターネット上のその、電話番号をたどっていってもやっぱり電話切られてしまってるんですよね。でその皇居の前に集まれた4名のうちの1人の方、その2021年12月2日の18時30分頃、安倍さんが僕の自宅の家の近くにシーマという車種の車を止めて、そこから降りてきたっていう話をしたじゃないですか。その安倍さんの身長が身長180センチ台とか、そういうことも覚えてなくて、背の大きな人とか、髪型とかも、普段と、普段きっちりされてますけども、そうじゃなくてちょっとラフな、髪型で、服装も背広じゃなくてということで、まず安倍さんという認識ができなかった。あと、まあ顔自体も潰れてる方の顔の方ですね。綺麗になってる時の顔とそうじゃない顔があるじゃないですか。で、そういう状態で近づいてこられたから、あれ、車の中からなんか背の高い人降りてきたなと、なんかこっちに近づいてきてるなと、ちょっと怖いな、距離離れとこうかと、まあいうような形で、その後、その、安倍さんが死んだことになってるんですけども、その辺のところがもう世界中とどういうふうな話し合いになっているのか、それとも日本国内の、その、国会でどういうふうな話になっていたのかとか、ちょっとその辺のところは全然僕の方ではわからないんですけども、その河川水門開閉式ダム発電とか地下水流トンネル発電とか、鴨田発電とかマグマ発電っていうものが全然進んでいないと。まあ、こういうふうなところから、そういうことになったのか、その両方あるような気がするんですよ。もうその国会議員を降りたいとか、そういうことかもしれないし、そのスポーツの勝ち負けに安倍さんも巻き込まれていたのか、まあ、ちょっと話はそれますけども、そのスポーツの勝ち負けに関しても、まあ、あんまり、例えばサッカーに関しても、スタジアムは国民の税金で作ってるものであって、まあ、要するにサッカーしながらお金稼ぎがしたい、仕事としてサッカーがしたいっていう立場の人たちですから、海外まで行って、夜中、その、勝ち負けを担当していた私とか起こされるのは嫌だし、あと、それは松山英樹、ゴルフの、一時世界ランキング1位まで持っていきましたけども、あの時もほとんどの試合も僕の方で対応してたんですよ。夜中とか起きていて。まあ、宮里藍とかもそうですね。その海外のメジャーのゴルフ、たくさん買ってましたけども、まあその辺のところも僕は対応してたんですよ。で、大坂なおみもそうだし、もうそこまで行くと、そもそも日本語を喋ってない時点で、日本人として扱っていいんですかっていうことなんですよ。本当は。だから海外からそんな無理やり日本人として連れてきて、無理やりというかね、強引にで日本人という扱いで世界ランキング1位になったって、そんなの何の自慢にもっていうところにもありますし、あとはまあ、まあ錦織圭、彼もそうなんですけども、昔は松岡修造さんの世界ランキングが日本人の男子テニスとして最高位だったんですけども、松山英樹、錦織圭選手も世界ランキング4位まで持っていきましたけども、まあ、昨年、やっと正体を思い出したと言いますか、航空自衛官です、もともと。だから本名は錦織圭じゃないと。その時の名前は出たんですけども、それもね、録画できてたらメモしたりとかできるんですけども、もともと航空自衛隊の方でパイロットの方ですね、彼は。で、エネルギーの残存量問題とかありますからね、まあ、いろんなところでスポーツ業界も改革しなかったら、これはもう持たないですね。全然。全然足らないですよ。10年後、石油とかガスの輸入、半分以下とかになっても全然おかしくないですからね。いろんな地点で、まあ、採掘、
が少なくなってきているっていうのが事実であって、技術的採掘可能な依存サウジアラビアとかアメリカとかロシアやベネズエラでその採掘している量でどこまでカバーできるかの話になってきますから、枯渇していくと。じゃあもう採掘ペースを考えるとこれ絶対無理じゃないかの話になりますし、そもそもそんなに早いペースで消費していたら、石油とかガスの輸入が止まったらスーパーマーケットの商品が並ばなくなって日本人はほぼ全員死にます。重機も動かせなくなるから、水道管が破裂しても修理することができなくなります。もう遅かれ早かれで、しかももう目の前まで来てるんですよね。20歳ぐらいの頃にその河川水門開閉式発電とかそういったものをある程度考えていて、まあこの辺の近くの、まあ、向こう側上流の河川とかを撮影したりしてたんですよね。で、その辺の話もある程度国会議員の人たちでも知っていて。で、まあ、その辺のものがしっかりと整備できたら、とんでもない発電量は生み出せます。継続して。もしかしたら、原発も何期か止めれるかもしれませんし、田舎の方をオール電化にできるかもしれない。なぜ田舎の方をオール電化にしたいかっていうと、都市ガスなんか引いてないんですよ。で、大きなガスボンベをね、なくなったら、配達して、家に横付けして、で、ガス使用されてるんですよ。だから、配達するのに結局エネルギーがいるじゃないですか。だから、田舎の方ほど、オール電化管理しなかったらダメだと。で、あと、田舎っていうのは基本的に山間部ですから、地震に対して、基本的には大きな震度6とかの地震はなかなかないと。まずないと。それは、岩盤層が重しになってるか、山とかが。だから、そこまで揺れないっていうことになるんですよ。これは阪神・淡路大震災を経験した人間として、まあ、神戸市北区とかが、まあ、山間部になってくるんですけども、そちらの方と被害はもう全然違うんですよね。だから、重しになってる分、揺れない。そういうふうな意味でも、オール電化を、まあ、山間部を進めていかなきゃいけないし、あと、まあ、蒲田発電に関しても、河川水門開閉式でも発電の撮影を、例えば、琵琶湖、まあ、淀川編ですかね、淀川編で、まあ、琵琶湖からの撮影を行ってますけども、途中でね、山の中とかをこう道路のすぐ脇のところを撮影してますけども、倒木がいっぱいあるんですよ。ああいうようなものを使用すれば、蒲田発電でも、大量の電気を生み出せますし、で、もともと昔は金属はその木材とかを燃やして、溶かしてたんですよ。鉄とか。だから昔刀とかあったように。だから1000度以上の高温まで持っていけてましたし、それは木炭に作り替えなきゃならないかもしれませんけども。学生の間から各運動部のある高校、大学で、蒲田発電を設置して、冬場は、蒲田発電で暖を得ながら、発電を行ってもらうと。そうすることによって、まあ、電力の需給がすごく、逼迫するのが夏場と冬場なんですけども、エアコンとかを使用しますから。だからまあ、その辺のところで、うまく対応して、これは日本だけじゃなくて世界中で同じようなことを行って、まあ、特に物を言うのが河川水門開閉式ダム発電とかになってくるんですが、まあいろいろ創意工夫、あとは節約、そういったところを導入して、基本的にみんな電車バスの方で移動できますから、ほとんどの人は。仕事でどうしても使用しなければならないという方だけが車を購入するような社会に変えなかったら、どうしようもないと。もう近々、日本滅びますと。世界中のいろんな国がそうなりますと。もうそういう段階まで来てますね。それは36番見ていただいたらわかります。まあそういうようなところも含めて、まあ佳子さまのポイントとか、まあ、成人様はね、インドネシアへ訪問された時に、昨年のニュースの映像なんですけども、彼にこれを見せますっていうことで、アロハシャツみたいなものですね、それを購入されたかプレゼントされたかで、
まあ、僕へのメッセージだと思うんですけども。まあ、ここまで世界中の政府上層部と関わって、まあ、原油価格と為替相場にもかなり関わっています。だからその辺のところまで含めて、まあ、特に非合法な形じゃなくてですね、ちゃんと正々堂々と本当のことを言ってと。まあ、それによって正しい値が出てきているだけの話で、日本の国力の問題なんですよ、為替相場に関しては。で、まあ、為替相場が円安になったらなったで、まあ、車のね、輸出とか、これからは極端に減らさなきゃならない状況なんですけども、河川水門改修発電とかが整備されたら、まあ、海外から購入してるガソリンとかガス、石炭、まあ、それらが、まあ、年間10兆円ほどには、東日本大震災の後なんかもうすごい金額でしたからね、大量に輸入していたのが復興でも必要だったりだとかで、十何兆円でしたね、石油だけで。まあ、ガスでも何兆円も、石炭も何兆円と。プラスマイナス見たら、河川水門改修発電とかが出来上がって、しっかりと節約の効いた世界でね、電気自動車、本当に仕事でどうしても必要であると。周りに近隣に駅がないとか、そういうふうな方で、そういう人たちだけ電気自動車を使用するという形まで持っていって、多くの電力を支援再生可能エネルギーで賄っている形まで持っていければね、もっと先々まで、原油とかガス未来に残せるんですけども、もう今だったらもう絶望的な状況ですね。まあ、日本でも太陽光パネルの生産を10倍ほど引き上げるというニュースがこう最近流れましたけども、まあ、アメリカの方も同じですね。まあ、太陽光パネルの生産や蓄電池とかの工場、3兆円ほどの投資だとか、まあ、世界中でもちろんそういう動きがあって、まあ、ドイツなんかは自然再生可能エネルギーかなり進んでますね。40%ほどの電力は自然再生可能エネルギーですから。ブラジル、カナダなんかは全電力の6割が水力発電です。できんことじゃないからすぐにするべきであって、一日一日まごまごしてると、それだけ未来の人たちの命が奪われると、まあ、こういうふうなことになっています。これが正しい認識であり状況です。で、そういったことをテレビでほぼ放送しないこの世の中自体が、まあ、本当はどうかしていると。商業原理が絡んでいるのか、民間のテレビ局なんか、自動車メーカーがね、たくさんテレビの CM 料払って成り立ってるような部分もありますから、その辺のところは自由経済の商業原理の限界かなとも思うんですけども、まあ、真の商業原理があるからこそ、まあ、家か車かどちらかですよ、だったと思うんですよ。みんな子供の頃、学校の先生とかに教えてもらったと思うんですよ。家を購入するのか、もう車を購入したら家のローン返済できなくなるよとか、まあ、なかなか公務員という立場になれた方では安定した、給与が入ってくるから、その辺のところ、ボーナスとかもしっかりついてきてますし、その辺のところ実感持てなくなってるかもしれませんけど、やっぱり民間きついですよ。特に人材派遣会社の人たち、ボーナスが出なかったりだとか、いろいろありますから。まあ、そういった意味を含めて、アポイントの取り付け、ご協力していただけたらなと思います。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、吉本さんや、その他の方たち、まあ、できるだけ上の方たちに、まあ、私の動画を見ていただいたりだとか、ホームページ YKSK の履歴を見ていただいたりだとか、あと、まあ、ホームページ YKSK の履歴の51番に、本当の人口の話、最初の方に出てきてるのは政府の発表しているデータなんですけども、その下の動画の方でね、本当の人口について、触れています。だからそういったことも覚えていただいて、基礎知識として多くの、本当は、18歳以上の人たちは全員そういう知識を身につけておかなければならないというのが、事実ですね。それと、あと言い忘れてたんですけど、昨日ね、1月3日、夜買い物行って帰りに、まあ、
まだマスクしてるから、もう目元だけなんでわからないんですけども、まあ、眞子さまらしき人は今いたんですけども、声かけづらくて、声かけれませんでしたね。眞子さまですかっていう声が出てこない。すいません、淡井圭介というものですけども、眞子さまですかっていう、もしくは眞子さんですかっていう声が出てこない。他の動画を見ていても、僕からの声っていうのは、まあ、眞子さまも受け止められていて、まあ、子供の頃にその、フルツアーパークを、一緒にお散歩したりとかして、あそこ行きたい、どこそこ行きたいとかで連れて行ってあげたりとかしていて、まあ、まあ僕からしたら、まこちゃん、かこちゃんなんですけども、もともと、親しくしていると。だけども、声が出ない。で、それは僕だけじゃなくて、相手からもそうなんじゃないかなっていうのが、見通しなんですよ。で、これはね、その一回、西尾ゆかりというアナウンサーが、まあ昔、日テレで、いたアナウンサーで、羽鳥慎一さんと、ズームインっていう番組をしていたと思うんですけども、早朝の番組で。で、僕は二十歳ぐらいの頃にね、その法廷で西尾ゆかりが呼び出されてね、ちゃんと自分たちの方から電話かけて連絡するようにっていうこと言われてるんですよ。で、そのエシュロンとか富岳とか人間の音声を、記録してある、システムがあると。エシュロンというシステムが。まあ、スーパーコンピューター、それが日本の場合は富岳に記録されているのか何なのか分かんないですけども、まあ、これは公表されてますから、全国紙の新聞でも何回も。であと、世界丸見えというテレビの番組でも詳細もっと、踏み込んだところまで何回も放送されています。で、その法、やっぱり法廷とかの判断によって、コンピューターが AI が自動で稼働して、電波でいろいろ聞かせてきたりとかあるんで、在任期間が一番なかった安倍さんでさえ淡井圭介に声をかけることができなかったと、まあ、近づいてくることはできてもと、それのところで僕は何かあるなとは思ってるんですよ。まあ、本当はその裁判所の法廷で言われた内容をみんな守らなきゃならないっていうのが一般的な考え方になるかと思うんですけども、だから会いに来るんだったら電話をかけてから会いに来るっていう形なんじゃないかなと思ったんですよ。まあ、今今週は体から何か離れたんですけど、なんとなく眞子様っぽいなっていうのは。だからまあそういうふうなことをコンピューターも覚えてるから、人間の神がかり的な力とか、だからそういったことを、まあスポーツの勝ち負けとか、台風消滅とか、うん、その辺のところ、まあ台風関係については95番あたりですね。まあその辺のところで僕が述べてる内容とかデータ見てもらったら、まあわかるかと思うんですが。まあもうこの辺にしておきます。これ以上長くなってもあれかと思います。まあとにもかくにもハポイントと、ご協力していただけたら助かります。皆さんご協力ご対応ほどよろしくお願いいたします。あと、まあ着信通知の設定だとか、できる方はぜひしていただきたい。まあいろんな警察官の方たちの間でもこの話広げていただいて、で、着信通知の設定がわからない方は、まあ、身の回りの方に聞いていただいたりだとか、まあ、YouTube での。で、それでもわからないときは、販売店の方に聞いていただいたりだとか、まあ、そういった形で対処していただけたらなと思います。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。